はい、皆さん、こんばんは。今日プロ YouTuber のカツッパです。それでは ABC205 回目、最後、F 問題解いていきます。えー、グリッドトークンズ。H 行 W 列のグリッドがあり、上から R 行目、左から7列目のマス面を RC と表します。N 個のコマがあり、えー、この合コ個目のコマに関しては、AI と CI の間に R があって、BI と DI の間に C5 がある。まあ、こういう区形の区間。 生み出す、いずれかの一つのマスに置くか置かないかのいずれかを選択することができます。ここで、二つのコマが同じ行や同じ列に存在するような置き方をすることはできません。最大で何個のコマを置くことができるでしょうか、ということです。ふーん。まあ、グリッドが当たあー、なんか変な話なった。えー、っと、これどうしたらいいんだ、これ。こうか。はい。h かける w こうって、H の W の、 ありますと。で、この、ここに関して、ここに置くか置かないかしてね、ここに置くか置かないかしてね、みたいなのを言われますが、同じところに、あ、2つのコマンが同じ行や同じ列に存在するようなことはできないということなんで、ここの列とか、ここの行とかは、たかだか1個までってことですね。わかりました。はーい。これは、最大限なんじゃないの最大,最大限な気がする。 えっとまあ、まず、どの行にもどの列にも1個ずつしか置けない、たかだか1個ずつしか置けないっていうのは、の行とか列をそれぞれ、えー、頂点に見立てます。で、各頂点、各マスをこの行の頂点から列の頂点に向かう,こう辺だと思うんですね。そしたらまあ、いい感じに一対一対をするじゃないですか。で、どの行もどの列も1回ずつしか使いっちゃいけないってことは、各辺についてい、まあ、各頂点について1個までしか分かれてちゃいけない。 行についても同様みたいな感じなんですよね。はい。で、えー、ちょうど、ある区形区間に入れていいよっていうのは、えっ、ー、と、ここ、ここの、ここの、いずれかから出てって、こ,このいずれかから入っていくようなことを、えー、やっていいよってことなんですよね。一個、一個だけ。ということなので、えっ、ー、と、あ、なんあそっかそっか。はいはいはい。ああ、だから、 ああ、そういうことか。そういうことですね。はいはい。だから、えー、行。行の人たちと列の人たちをこう並べましょう。で、普段どこにでも何でも置いていいときは、こういうふうに伸びてるんですけど、まあ、今回はそういうわけにはいかず。どうするかっていうと、例えば、行はここの間、列はここの間にだけ入れていいよっていうときは、まあそういう、 こういうやつを作ってあげればいいんですよね。はい。で、あとはこうしてあげると。スタートボー。っていう風なのをたくさん作ってあげればいいですね。ってしてあげればよくて、で、そしたら、あで、えー、どのこの辺も流量1ですね。たかだか1までしか流れませんという,うにしてあげれば OK です。で、そうしてあげればよく。 で、えっ、ー、と、その場合、この青いのが、いくつですか青い、青いのが N 個。で、ここ頂点100個、100個ですね。まあ、これ、相変わらず2部グラフなんで割と早く終わるんですけど、100個、100個で、えー、N 個、N2 個ですね。で、えー、辺の数なんですけど、この、 ま、ここに100個あって、ここにも100個あって、各頂点について、200、高々200個ずつあるんで、10の6、10の4乗個ぐらいまでしかないですね。頂点の数、あ辺の数は。だから、ま、大した大きさじゃないので、OK です。っていうか、ま、普通に全然大丈夫なグラフです。グラフのサイズとしては、高かだか300個ぐらいの頂点の間の最大量とかなので、全然気にする必要はありません。どうしますか時間があるんで、Python で書いちゃいますか え、で、hwn は、Python で最大で実装したことない。いけるかな、まあ、ダメだったら、あの、まあ、時間が足りなくなってきたら、それに資源語に移ります。で、最悪 ACL があるので、それを使えばいいですね。で、フォグラフ作りましょうか。ジ…ああ、そっか。ジっていうか、まあ、普通に、え<っ>、人説リストにしましょう。人説リストやねん。人説行列にしましょう。 レッジは、こう、フォルスが、で、個数としては、頂点数としては N 個、あ、じゃあ H 個、N 個、W 個、1個、1個なんで H、H 足す N 足す W 足す1ですよね H。H 足す N 足す W 足す2個。ああ、これの2乗のサイズ ?10 の。 6乗は絶対行かないから大丈夫だ。はい。が、4を同じ数だけですね。まあなんかノ、ノード、ノードカウントは、H、HSNLSW に行きましょう。きましょう。カウント4を、ノードカウントみたいにしといて、はい。で、まあ有効編で言っても、高々全部1なので、流量が。あ、4、あ、 何とかインレンジコね。はい。これでエッジ、隣接行列ができました。じゃあ、あとはどんどんあの入れていって、最後に DFS をすればいいですね。for i <で>何とかインレンジで、a, b, c, p をもらいます。というわけで、h の人は a 以上 c 以下のやつ。で、w の人は b 以上 d 以下のやつなんですけど、全部ゼロインデックスにしたいので、全部引きましょう。 頂点のインデックス考えないといけないんですけど、えーとまあ、基本的にオフセットからどれくらいいくかって考えればいいので、えーと、N オフセットは0ですね。で、H の人のオフセットは N です。W の人のオフセットは N たす H です。で、最後に、スタートは N たす H たす W だし、ゴールは N たす H たす W たす1とかいうふうにそれは OK ですね。はい、じゃあ、ここを アインンジ、A 以上 C 以下なので C プラス1未満ですね。えっと、エッジの、これはまず今やってるのはこの部分です。から、H オフセット、Z、セットプラス I から N オフセットの I ですね。あー I じゃないああ、そっか。これ何番目ってのが愛なので、ここに愛にして、ここに J にしましょう。ここですね。はい。は<わ>、true。で、今度、右側やってあげましょう。こっち側 N の人から W の人に送っていきますまあ、左右入れ替えて。あれあれどうちっと、ガかャン こうしてで、今度 B から D プラス1までです。N オフセットの i から、今度は W オフセットの J に送り、送ってください。で、最後に、レンジ H とか。で、S、スタートとゴールを結んであげましょう。G が S から H オフセット i は、true だし、あかん。 これ、こうやって、えー、w して、w オフセット、かっこいいってやったら S カえていきました。じゃあ最後に、アンサーイコール0として、ホワ l ル、DFS、S から G、アンスプラスイコール1ってるわけですね。スタートとゴールにしたっけスタートとゴールにしたね。スタートとゴールにしたら珍しいですね。僕は普通 S と t にするんですけどね。はい。で、これで最後にプリンタアンサーを OK。で、DFS 書いていきましょう。 えっと、from, to, っていうか、e s t g, y e で、えっ、ー、と、まあ、df する際の注意なんですけど、必ず、あのー、毎回、きた、きましたか条件を覚えておく必要があるので、dan ってやつを用意しましょう。dan は、えっ、ー、と、ポジテかける、ノードカウントです。この、うん、ホ、まあ、ワイルトゥルーにして、 毎回、4ワインレンジ、ノードカウント、段階はフォルスにしてあげて、if not dfs s から g に行けなかったら、まあブレイクしてあげましょう、みたいな感じかな。そうじゃなかったら、アンスプラクティット1と。いう風にして、じゃあやっていきましょう。def dfs s g は if s イコール g リターン流れますよって。で、そうじゃなかったら、 あできたことあったらですね。if d o っこ S、リターン、フォルス。で、段 S を true にしてあげましょう。for in, range, node, count.if, まあ ,2 か。if, not, edge, from から 2, まあ s から to に伸びてなかったら、えー、コンティニューしてもらって、えー、if, dfs, to から g に行けるのであれば、 いけましたかいけましたらオッケーなので、まあ、リターン t r u ーなんですけどえ、そうじゃない場合、リターン a l ルスで、とりあえずリターンをいいんですけど、この時、辺をひっくり返してあげる必要があるので、H カッコ S カッコ2は、a l ルスにして、H カッコ2カッコ S は、t r u ーですねえ。これで辺をひっくり返せました。おしまい。じゃあ、これで運転してみましょう。Python 3フロットパイ。大丈夫かな ?2? あ、になって。 これは 5, 5だって5は違うでしょ。5も流れるかいな。だって5を3なんだから3しか流れんでしょうがっていう気はしますけどね。ああ、そっかそっか。辺のこう頂、頂点の流量を1にしないといけないんで、ここは、こう、あのこう、たくさんから伸びてくる分にはいいんですけど、 こうしとかないといけないですね。はい。で、n を分裂させる必要があります。で、n は nl と nr に分かれますね。だからまた n が1個増えますね。えっと、これ大丈夫かなちょ,ちょっと変が増えてきた感じがしますね。nl オフセットと nr オフセットがあります。 で、あとは全部 N が増えます。で、こうですね。ここが増えておしまいで、ここまだよくって、えー、辺のところについて、ここか。NL オフセット。ここは NR オフセットですね。で、あと NL と NR をつないであげましょう。H、NL オフセット。ください。NR。 nr, オフセットプラス u i, w t r u e ここには1個までしかいけませんよっていう風にしてあげれば、OK ですね。1、3、あ,あ、OK です。さあ、ちょっと変、頂点の数多いんじゃないのという気がするので、DFS が悪かわかりませんが、えーっと、言います。これじ、なんでしょうね。ちゃんと、あれ、辺の数で抑えられてないんか、計算量を。ちょっと怪しいな。ちょっと怪しいので、 怪しいけど、まあ、出していいんじゃないですかね。Python。いや、絶対 PyPy パイパイの方がいい。で、提出と。これだと、まあ、純粋に3乗ぐらい測っちゃう気がするので、でもどうかな。フロってそんなに遅くならないんですよね。というのは DFS も最初の方はバンバン見つかっちゃうんで、あ通った通った。やった。いいですね。これ Python で通るかやってみますか、一回。 あ、Python だと再起が深すぎるかな再起深すぎるって言っても今回線もいかないので、ちょっといい気がする。Python だとどうでしょう ?Python でも通ったら嬉しいね。まあ嬉しいだけなんですけど。あ、Python でも通りそうじゃな、ね、いこれ。やったー !Python でも通りました。OK。ということで、いいですね。Python で初めてフローを書きました。今回は一番簡単なフローだったので、まあそれでも書けるけど。これ以上入り組んだフローになってくる。これはフォルド・ハルカーソンなんですよね。 で、しかも、隣接行列で持ってるから、めちゃくちゃ愚直な実装ですけど、まあ、これぐらいなら Python でかけるんで、いいねっていう感じです。はい。じゃあわけで、a b c の何回目だこれ。205回目は、順位はいくつだったんでしょうか。ドン。まあ、ペナルティーがあるんで分かんないんですけどね。56。まあ、もうちょっと下がると思います。ぐらいです。はい。ご視聴ありがとうございました。いいなと思ったら、チャンネル登録と、あと Twitter とかでリツイートしてください。よろしくお願いします。さようなら。